い、皆さんこんにちは、203です。今回から、R7000 の105を組み付けていきたいと思います。まず最初はクランクからつけていきたいと思います。順番はいろいろあるんですけども、今回のフレームがシフトワイヤーとかが全部外装式なので BB やクランクを先につけても何の問題もないので今回は先につけます。ただあのフレームがシフトワイヤーが内装式の場合とか、あとはあの DI2 とかの場合はケーブルをフレームのこの中に通すんで、BB とかそのクランクは最後の方につけた方が良くなります。今回はまあ完全な外装式なんで先につけちゃいますけども、つけるフレームによって順番が変わってきますので気をつけてください。こういう形でグリスをたっぷりつけてください。では右のクランクから差し込んでいきます。はい、逆側にします。はい、今度は左クランクをつけていきます。わかりやすくするために、右のクランクを上に上げます。ここにですね、穴が開いてるのがわかると思うんですけども、この穴に合わせて左クランクをはめていきます。ここに、爪があります。この爪がこう上に上がっているのをまず確認してから挿入していきます。はい、こういう形で差し込みました。次はですね、ここの穴のところにキャップを締めていきます。キャップにもグリスをつけていきます。はい、専用のキャップで締めていきます。こちら専用の工具がありますので、こちらでさらに締めていきます。締め付けるトルクなんですけども 0.7 から 1.5 ニュートンで締めることになってるんですけども、僕の持ってるトルクレンチの加減を下回ってるんで、ちょっとトルクレンチでは締められないんですけども、はい、ある程度ガタがなく、なおかつスムーズに回るぐらいのところで締めます。で、次にこの爪を下ろします。これでつら位置にここがなってますね。はい、そしてこちらのネジを締めていきます。交互に締めていく形になります。5mm の六角レンチですね。最初についてるグリスがめちゃめちゃ量が多いんで、こんなはみ出てます。はい、でこれ以上はトルクレンチで締めていくんですけども、トルクの指定が12から14ニュートンメートルになってます。はい、今トルクレンチで12ニュートンメーターで指定しました。ではこれで締めていきたいと思います。はい、これでつきましたね。あとでディレイラーの調整をするときにクランクを回しやすくするためにペダルを先につけておきます。といってもまあ仮止めという形になります。
はい、一つちょっと注意事項として、話したいと思いますけども、これクランクとかをですね、しっかり締めないとどうなるかっていうのをちょっと話しておきたいと思います。まず締まりが悪いんで、まず右クランクが、外側にこう抜けるような形で少しずれて外側に動いてきます。なのでこの、フレームとクランクの間に隙間ができるような形になってきますね。そうするとどうなるかっていうと、変速が悪くなるんですよね。インナーからアウターに入んなくなるとか、あとチェーンが、フロントディレラーにするような形になってきます。まあ、そこで気づけば何の問題もないんですけども、さらに進んでいくとクランクが抜けちゃうってことはまあないんですけど、その前にあることが起きるんで、絶対そこで気づくんですけども、まあその状態がすでにすごい危険なんですけど、どうなるかっていうと、結局クランクが右クランク左クランクでこう、なってると思うんですけども、それが、この状態を保てなくなるんですよね。ここが緩くなるんで、緩くなるとこう動いちゃうんですよね。そうすると右クランク踏んだ時に、踏み込めずにスルッとこう動いちゃうんですね。下に落ちちゃうんですね。そうするとそこの時点ですごいバランス崩して運が割と落車しちゃうような形になっています。非常に危険な状態になります。もうクランク周りとハンドル周りっていうのは本当しっかり踏みつけないと、命に関わる危険があるんで、本当に気をつけて組み立ててください。はい、今回の動画はここまでとなります。次回以降の動画を楽しみにしていてください。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。